東京に甚大な被害を及ぼすとされる首都直下地震。地震発生直後、区は迅速に災害応急対策に取り掛かります。地震による被害が非常に大きかった場合、区は発災直後の対応に続き、時を待たず復興活動を開始します。復興とは大きく生活の復興、都市の復興に分けられます。これらをさらに住宅、暮らし、産業、雇用、町に分けて復興の進み方を見ていきましょう。発災後、区は速やかに被害状況を判定し、その結果を踏まえ住宅復興計画の策定に着手します。暮らしの復興では、医療、保健、福祉ほか、教育、文化の各方面に支援を行います。さらに災害ケースマネジメントにも取り組み、生活相談などの支援も行います。災害による影響は当然産業全体にも及びます。区は雇用対策と事業の再開に向け支援を行います。区は区長を本部長とする災害復興本部を速やかに設置し、災害応急対策から復興対策につながる体制を確保します。区内各地域では地域防災協議会を中心に地域復興協議会を結成し、復興本部と連携して復興活動に取り組みます。区は国などによる措置支援に先んじて、迅速に復旧復興事業を推進する体制と基金を用意しています。大地震はいつ起こるか分かりません。被害を最小限に抑え、災害を乗り越えるために日頃から備えておきましょう。